ジャック・デイビッド・コリソンは、イングランド・アトフォード出身、ウェールズ代表の元サッカー選手、指導者。多くの代表選手を輩出している、ウエストハム・ユナイテッドの有名なアカデミーの出身であり、16歳で練習生として加入してから、すぐにトップチームに昇格した。祖父が、ウェールズのベド・ウエルティ出身であるため、ウェールズ代表でプレーする資格を有している。 左サイドハーフでのプレーを好むが、中盤のポジションならどこでもこなすことができ、クラブでは、サイド、代表では、センターハーフとしてプレーしている。コリソンは1998年に、ピーターバラユナイテッドのユースに加入し、2000年に、ケンブリッジユナイテッドへ移った。しかし、クラブが、フットボールリーグから降格し、財政状況が苦しくなり、 株組織の解散を決断したため、コリソンは新たなクラブを探さなければならなくなってしまった。16歳の時にウエストハムユナイテッドからトライアルの誘いを受け、アカデミーのディレクターであるトニーカーを納得させるプレーを見せたコリソンは初年度の奨学金の提供を受けることができた。ユースで着実に成長し、2007から08シーズンの開幕前には、 リザーブチームでキャプテンを務めるまでになった。夏にはトップチームに帯同し、ホーン・チャーチとミルトン・キーンズ・ドンズとのプレシーズンマッチに出場した。2007年11月にはトップチームに登録され、ボルトン・アンダラーズ戦のメンバーに招集された。プレミアリーグデビューとなったのは2008年1月1日に行われたアウェイのアーセナル戦であり、 負傷したフレドリック・ユングベリに代わり交代で出場した。2008年4月11日に行われたボルトン・ワンダラーズでチームを離脱していたマーク・ノーブルのポジションで初めてスターティングメンバーとして出場した。2008年の夏にはクラブと新たな5年間の契約を結び、クラブのプレシーズンツアーに参加し、3から1で勝利した。 コロンバスクルーセント2から3で敗れた MLS オールスター戦の後半に出場した。2008から09シーズンの開幕はリザーブチームで迎えピーターバラユナイテッドへローンで加入する話も出ていたが2008年10月29日に行われたマンチェスターユナイテッド戦に交代で出場し良いパフォーマンスを発揮したことに加えてチームに怪我人が多く出ていたこともあり ジャンフランコゾラはコリーソンをチームに残すことを選んだ。コリーソンはゾラの期待に応え良い活躍を見せ、2008年11月8日に行われたエバートン戦で初ゴールを記録した。コリーソンはマシュアップソンの負傷により交代で出場し、チームは1から3で敗れたが、コリーソンにとってはこれがホームデビュー戦となった。ゾラは コリソンのトップチームでの活躍をたたえ、ウィンターブレイク前の12月に5年契約の延長にサインした。ボクシングデーに行われたポーツマス戦では同点となるゴールを決め、4から1の勝利に貢献した。シーズン3得点目は2009年3月1日に行われたマンチェスターシティ戦であり、チームも1から0で勝利した。コリソンは、 リザーブチームでは、中盤の中央のポジションで最も多くの試合に出場していたが、ゾラはダイヤモンドで構成する中盤の左サイドのレギュラーとして起用した。アウェーのウィガンアスレティック戦の3日後、コリソンは膝頭の負傷により、6週間チームを離れることになった。5月にチームに戻り、ストークシティ戦に交代で出場し、チームに復帰した。 シーズン最終戦のミドルズブラ戦では、ジュニアスタニスラスのゴールをアシストし、2から1の勝利に貢献して、シーズンを締めくくった。シーズン終了後には、コリソンは、トニーカーによりクラブの最優秀若手選手に、選出された。3から0で勝利した、カーディフシティ戦でゴールを挙げて喜ぶ、コリソン2009年8月23日、コリソンは、 トッテナムホットスパー戦に89分間出場したが、試合後にその試合の観戦に向かう途中に、父親がバイク事故により死亡したという知らせを受けた。しかし、コリソンは2日後に行われたリーグカップのミルウォール戦の出場を直訴し、チームも延長戦の末に3から1で勝利した。チームメートは彼へのサポートを示すために全員が模償をつけ、 サポーターはスタジアムに入場するコリソンを拍手で迎えた。しかし、激しいライバル関係にあるクラブ同士の試合であり、駅ではお互いのファンが衝突し、試合終了後にはファンがピッチに乱入するなどの騒ぎとなり、コリソンは目に涙を浮かべながらピッチを去った。試合後のインタビューではジャンフランコゾラはコリソンへの敬意を示した。膝の怪我が再発し、 9月の試合の多くを欠場することになったが、10月に練習に復帰した。2009年10月9日に行われたバランシェンヌとの非公式の試合に出場し、コリソンはゴールを挙げ、8日後にはスターティングメンバーに復帰し、ストークシティ戦に出場した。シーズン初ゴールはハルシティ戦で記録し、続くバーンリー戦でもゴールを挙げた。祖父が、 ウェールズのモンマスシャーのベドウエルティ出身であるため、コリソンは、ウェールズ代表としてプレーする資格を有している。また、ラグビーのウェールズ代表でキャプテンを務めていた、ジョン・グイリアムとは、親戚関係にある。コリソンはイングランドで生まれたが、母親がルーツを持つウェールズの代表としてプレーする、ことを選んだ。当時のチームメートで、A 代表でキャプテンを務めるクレイグ・ベラミーが、 U-21 代表の監督であるブライアン・フリンにコリソンがウェールズ代表でプレーする資格を有していることを話し19歳のコリソンを視察した後に UEFAU-21 欧州選手権予選のボスニアヘルセゴビナ代表戦のメンバーに招集した2007年11月に行われ4から0で勝利した UEFAU-21、欧州選手権予選の U-21、ボスニアヘルツェゴビナ代表戦でデビューを飾り、チームの4点目となるゴールを挙げた。同月に行われ、4から2で勝利したフランス代表、2008年2月に行われたマルタ代表戦でも、出場機会を得た。コリソンは、アーロン・ラムジーと中盤の中心選手として、活躍したが、 チームはプレーオフでイングランド代表に敗れ UEFAU-21 欧州選手権の出場を逃した。2008年5月28日に行われ1から0で勝利したアイスランド代表戦で A 代表デビュー。ベラミーはコリソンについてウエストハムのトレーニングの後に彼はいつも居残りで練習していた。サッカー人生は努力すれば それに見合った見返りを得ることができるというのが彼の考え方のようだ。と述べた。父親を交通事故で亡くしたため代表監督を務めるジョン・とシャックはどのようなコンディションであるかにかかわらずコリソンにロシア代表とのワールドカップ予選の試合に出場するかどうかの選択肢を与えた。しかし、葬儀と試合の日程が重なったため コリソンは出場せず、また膝の怪我を再発しその後の試合にも出場すことはかなわず、ウェールズ代表も4位で予選敗退となってしまった。フィファのルールでは A 代表デビューを飾る前であれば、プレーする代表を変更することが可能である。U-21 代表のチームメイトであったリース・ウィリアムスは、生まれ故郷のオーストラリア代表としてプレーすることを選び、 コリソンもイングランド代表を選択するのではないかとの憶測が生まれた。しかし、コリソンはウェールズ代表でプレーすると繰り返し語った。2010年2月6日現在、ありがとうございます。